今回は木曽義仲の右腕だった今井兼平のその後について紹介していくぞ。 NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人では町田優さんが演じている今井兼平は任平2年の生まれで、父は中原の兼遠の四男、兄は樋口兼光、妹は巴御前である。中原家は信濃の国木曽地方に本拠を置く豪族であった。92年の大倉合戦で源義方が甥の源義平に討たれた時、兼遠の妻千鶴御前が木曽義仲の乳母だったので、兼遠は義方の遺児駒王丸を斎藤実盛の手から預かり密かに養育したのだ。駒王丸は兼遠一族の庇護の下で父兄弟の兼光、兼平、巴御前らと一緒に成長し、木曽義仲と名乗ったのである。兼平は木曽義仲の父兄弟なんだ。でもなんで兼光と兼平は名字が違うの？うむ、これは所領のある地名を名乗ったが、二人とも元の名は中原なんじゃ。それにしても義仲の父は頼朝の父の弟で、父を討ったのは頼朝の兄とは因縁が深いな。兼平は信濃の国今井を領したことから今井四郎兼平と改称した。治承4年に以仁王の領事が木曽谷に届くと、義仲は反兵士を掲げて挙兵し、兼平らも従ったのだ。そして翌年横田河原で兵士方の城長持と対峙したが、奇策で兵士軍を撃退。義仲はその後越後まで進出し、北陸まで勢力を広げたが、その翌年には兵士が北陸一帯を制圧のため大軍を派遣したのだ。兵士軍は火打城を陥落させて、越前、加賀の各砦も制圧し、義仲に迫ったのである。兵士軍は義仲に対して先遣隊として平盛俊を越中に送ったが、義仲は兼平を派遣した。兼平は盛俊が布陣した般若野から動かないことを察知して、明け方に奇襲したのが功を奏し、盛俊は加賀へ一旦退却したのだ。兼平、戦上手なんだね。うむ、平盛俊は彼の家第一の勇士と言われ、剛力でも有名な清盛の信頼厚い家人なんだが、兼平が上手だったのじゃな。その後兼平は義仲の本軍と合流し、一方兵士軍は兵を二手に分けたのだ。そして平維盛、道盛率いる本隊が加賀の国と越中の国の国境にある砺波山、盛俊率いる別動隊が能登の国と越中の国境にある塩山へ進軍したのである。寿永2年5月11日、砺波山に向かった10万とも言われる兵士軍本隊は、栗から峠での義仲軍との戦闘で過半数が戦死という大敗を喫したのだ。また塩山で源行家と対峙した盛俊も本隊の壊滅で退却。そして6月1日に兵士は残りの兵力を集結して篠原で再決戦に挑んだが、義仲軍の勢いに総崩れとなったのだ。無論兼平も栗から峠の戦いに参戦し、続く篠原の戦いでも兵士軍に追い打ちをかけて勝利に貢献したのである。義仲強いね。うむ、やはり山の中で育った武士たちはゲリラ戦に強いというか、正攻法とは違う戦い方をするのじゃろ。それに兵士の敗戦原因は総大将の維盛と盛俊、景家、忠常という3人の侍大将の争いがあったというのだ。これは兵士一門の宗盛の家人と小松家維盛の家人が対立して、指揮系統がうまくいってなかったということらしい。大軍にありがちの混乱もあったのは義仲らにはラッキーだったな。寿永2年7月25日、宗盛は一門を引き連れて京都を退去して、福原から海路を西へ落ち延びたが、それに入れ替わるようにして義仲は京に進軍して都入りをしたのである。義仲は翌日28日に入京、叔父行家とともに蓮華王院に参上して後白河法皇に兵士追討を命じられた。そして義仲は守護家、様の神、越後の神、叔父の行家は守護家、備後の神に任ぜられ、義仲は伊予の神、行家は備前の神となったのだ。そして兵士が安徳天皇と三種の神器を奉じて都落ちしたので、後白河法皇は兵士に安徳天皇と神器の返還を要求したが、交渉不成立となった。
そして新天皇に高倉上皇の二人の王子のどちらかを擁立することになったが、この際義仲が自分が奉じた以仁王の王子北禄宮を即位させようと言い出したのだ。これが後白河法皇以下上位公家たちを呆れさせたと言われている。義仲は伝統や格式が命の朝廷人たちからそやな田舎者として疎まれることになったのだ。わあ、義仲はお行儀が悪いとか空気が読めないと言われたのかな。そうじゃな。義仲は武力で兵士を追討した自分が偉い筋が通ったことを言ってると思っていただろうが、宮中のしきたりとか序列とかを重んじる人たちには腰を抜かすほど失礼で思い上がった振る舞いだったんだ。天皇の好意に口出しするなんてたかが武士のすることやお変でと言われただろうな。義仲はまた京都の治安回復がうまくできなかったことでも信頼を失ったのである。この頃は令和の飢饉で京都の食糧事情が極端に悪化していたため、義仲の遠征軍自体が都や周辺で略奪行為を行ったので京都の治安は悪化する一方であった。しかしこの軍は全てが義仲の軍ではなく、源行家、安田義貞、近江源氏、美濃源氏、摂津源氏などの混成軍だったので、全体の統制が取れていなかったせいもあったのだ。軍隊が略奪行為をしちゃったのか。ダメダメだね。おま、京の都の治安維持を行って天皇から庶民まで安心させて初めて兵士を追っ払って源氏の世になると言えるのだがな。義仲は合戦に勝つだけで政治は無理だったようだな。平家物語には狼藉停止の命令に対して義仲は都の守護に任じる者が馬を飼って乗らないはずがないし、青田を飼って馬の餌にするのを咎めるな、兵糧米がないからもらうことのどこが悪いのだ、大臣家や宮の御所に押し入ったわけではないと呆れる発言をしていると載っているくらいだ。後白河法皇は義仲に治安維持ができてないことと兵士がほったらかしなのを責めたのだ。さすがに立場が悪化したと思った義仲は兵士追討に向かうと奏上して、法皇は自ら剣を与え出陣させたのである。義仲は腹心で兼平の兄樋口兼光を京都に残して播磨の国へ下校したが、水島の戦いで兵士軍に敗れたのだ。さらに兵士方で栗原峠の戦いで捕虜にした瀬能兼康が義仲に反旗を翻し、備前の国福隆寺縄手に砦を構え義仲軍に対抗する姿勢を見せたので、兼平が軍を率いてこの砦に猛攻を加えた結果、兼康軍を壊滅させたのである。兼平はなかなかやるね。わま、兼平と兄樋口兼光、根の井幸親、立親忠は後世義仲四天王と呼ばれたのじゃ。義仲の出陣と入れ替わるように朝廷に頼朝の申し状が届き、その内容を見て後白河法皇は頼朝を本意に服して赦免し、戦時を出して東海東山領土諸国の事実上の支配権を与えたのだ。義仲は西国で兵士に苦戦していたが、頼朝の弟が大将軍となって数万の兵を率いて上洛すると聞き、驚いて10月15日に少数の軍勢で帰京し、後白河法皇に猛烈に抗議し、対立が激化したのだった。そして11月19日、追い詰められた義仲は後白河法皇の法住寺殿を襲撃し、法皇を捕縛して幽閉。義平はこの時も兄と共に目覚ましい活躍をしたが、後白河法皇への攻撃はいさめたとされている。後白河法皇って上手に人を操る人みたいだね。わま、この後頼朝と義経兄弟にも同じようなことをして、頼朝に日本一の大天狗と言われたんだぞ。寿永3年1月、頼朝が派遣した範頼と義経が義経討伐のために軍を2つに分けて京に迫った。義仲は京都の防備を固めるものの、後白河法皇幽閉などの行動ですでに人望を失い、付き添う兵は少なく、宇治川や瀬田での戦いに惨敗したのだ。兼平も瀬田で範頼軍を迎え撃ったが、兵力の差がありすぎて撃破され、京の市街戦でも敗れて義仲と阿波津で合流。兼平は範頼軍に囲まれた義仲に自害を勧め、
義仲の自害の時間を稼ぐために自らは敵中に飛び込んだのである。しかし義仲は乗っていた馬が泥にはまって動けなくなり討ち取られたのだ。兼平はそれを見て刀を口に含んで馬から飛び降りて自害、33歳で義仲の後を追ったのである。義仲は京都に登るまでが輝いていたんだけど、最後まで付き従う兼平という父兄弟がいてよかったね。うむ、武人らしい最後ということで物語にも涙を誘うシーンとなっているな。この頃はまだ切腹が定番になっていなかったので、兼平のように刀を口に含んで馬から飛び降りる方式だったのだ。木曽義仲と今井兼平ら家臣たちは武者としての最後は一流だったのじゃ。博士、今日はいろいろありがとう。勉強になったよ。平家物語源平盛衰記では、木曽殿最後として父兄弟の絆の強さを示す悲壮なまでの逸話として知られている。兼平の妹で義仲の妾という巴御前も義仲に付き添っていた女武者であったが、義仲が最後まで女と一緒にいたと言われたくないと言ったため、最後の最後にそばを離れたが、その後は不明または尼になったと言われている。なお平家物語では兼平は東国の方々、これが日本一の強者の自害する手本だと叫んだ後に自害したと伝えているということである。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いするのじゃ。